なに襲いかかる直前の虎の目に変わる。喉に突きつけられたハサミの挑発が僕に全てを明け渡させて、時の僕は夜寝る前の僕とそんなに変わらず、傷ついた父親の呪縛によっていつまでも同じところをぐるぐる、石炭ばかりむさぼり食らっている。胃袋の中は焼けただれ、タバコの煙を吐き出すたびに僕の生息は Yeah!